初心者さん向け超ゆっくり簡単バージョンいかがですか。あのボンボンってあのベースを言いながら弾くとかね、かっこいいです。もう C と A マイナーと F と G7、 もう超絶入門コード、ウクレレ習ったその日に習う4つのコードでできました。ただし英語ですけど、ということなんですけど、この曲はですね、気づきましたかね、ループ同じコード進行をぐる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 回して、そういうね、こうブラックミュージックのルーツみたいなところに乗っ取った曲で、本当に渋いしかっこいい、でエモーショナルに歌えるということで、ぜひ皆さん思いっきりやっていきましょう。今のバージョンはガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンで、2番の歌までやったっていうショートカットアレンジなんですけど、本当はもっとあるんですけどね、コード進行はさっき言ったように同じですので、フルでやりたい方、どんどんコードと歌詞書いてって、オリジナルの、楽譜を書き出してください。フルコーラスバージョン。そして今のシンプル簡単バージョン、ゆっくりバージョンを動画と一緒に何回も練習してできるようになったという方も、やっぱり紙に書いて、今度ご自身だけで歌ってみるのをお勧めします。動画と一緒じゃなくて、ご自身だけでね、これが結構キーポイントになります。その時の書き出す参考になるように、いつもガズがこのノート、こんな感じで書いています。スパンスタンドバイミー。はい。英語ですよ、英語。で、これをですね、今からシェアしようと思うんですけど、ただいま、はい、これガズクラブというあのサービス始まってます。このガズクラブというのは毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のスタンドバイミーを含むガズが今まで取りためてきたものすごい数の膨大なノート楽譜の中から皆さんが5曲、毎月5曲お選びいただいてゲットできる、ダウンロードしていただけるという画期的なサービス、なりガズクラブ盛り上がってますので、ぜひチェックしておいてください。それではノートを移していきましょう。はい、こんな感じです。ここイントロですね。このね、見てください、これがずっとただただ繋がっていく、繰り返すんですよ。このコードがずっとループしてるということですね。はい。で、歌詞がこうやって入っていくんですけど、これ英語ですからね、これがキーポイント。はい。今、さっと映しますけど、これをメモ、一時停止でメモっていただいてもいいし、動画のテロップをメモっていただいてもいいし、もちろんガズクラブでゲットしていただいてもいいと思うんですけど、まあ、このコード進行、これずっと繰り返しなんで、歌詞を書いてるだけなんですけどね。シンプルでございます。はい。ガズのノートの特徴、この点でタイミングを測ってるというのがあるんで、まあ、手書きならではの分かりやすさっていうのもあると思う。
思います。まあ、さっとこう一時停止でね、行ってみましょう。はい。もう淡々とですよ。この曲は淡々と。はい。こんな感じで、ここまで来ました。ということでございます。じゃあコードの解説。さっきも言ったんですけど、C と Am と F と G7。もう、これはもう本当にね、超絶入門コードですからね。一応おさらいしよう。C っていうのは一番下の3番目。Am は上の2番目。F は Am を押さえたまま2弦の1フレット。これです。F。G7 はこの人差し指をこのままで三角形。はい。これはウクレレを習ったその日に覚える。超初心者コードですから。やりましょう。この曲で、ウクレレ興味ある人の方、これ皆さん教えてあげて、これ4つでね、スタンドバーミー、ニャニャニャでいいから最初、ニャニャニャ、ニャニャ、これで全然十分ですからね。はい。どんどんやっていきましょう。じゃあね、今日は3バージョンなんで、もう駆け足でいくんですけど、次のバージョン、セカンドバージョンは、8ビートのチャットというリズム、ストロークのリズムでこれやってみましょう。そうそう、こうなります。8ビートのチャーでこのグルーブを出す。やっぱこのストロークが入ると急にリズムが出てきますね。グルーブが出てくる。はい、この8ビートのチャーという弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚なんですけど、今日ちょっと待って、この後のサードバージョンのところでもう1個違う弾き方出てきます。それはカッティングです。カッティング。だから8ビートとカッティング、今日ね、これサードバージョンは結構ね、難しいというか、まあ面白い、まあリズム遊ぶみたいな感覚で、今、さっきのリズムいろいろのところにこの2つの弾き方の解説動画あるんで、じっくりやってみましょう。ちなみに8ビートを初めてやるよという方は、これ8ビートってこういうストロークって言うんですけど、こういうね、右手をこうやって使ったリズムですね。これはね、基本は8ビートというリズムにあります。8ビートだとこう。8ビートのチャだと、チャ、チャ、チャの方が打楽器的要素が加わってかっこよくなります。はい。さっきの、リズムいろいろのところでこの2つのリズムちょっと予習してください。後半のね、サードバージョンはさらにちょっと難しくなるんですけど、はい。セカンドバージョンの8ビートのチャバージョンもです。ちょっとこう体揺すってね、もうさらにリラックスした感じで、やってみようと思います。ちょっとテンポもアップしてね、スタンドバイミー、8ビートバージョン、かっこいいバージョンですよ、8ビートバージョンも。やってみます！ 1、2、3、GO!するこうグルーブがねこう生まれてきたかなという感じなんですよね。はい、それじゃあですね、今回は3バージョン、こっからがいよいよ本番でございます。まずですね、この曲リズムはカッティング、さっきもちょっと紹介しましたけど、カッティングをやりたいと思います。ちょっとこのコード進行を出しますけど、こんな風に弾きたい。かっこいいですよ。ダッツッツッ
タツツツツ、このツツっていうところをカッティングって言うんですよ。カッティングっていうのは弦を触れるだけ、左手で触れてカチャって言います。押しちゃダメです。押したらってなっちゃうから、触れるだけですよ、カチャって。これをダツツダツ、これがカッティングなんです。この弾き方、さっきのリズムいろいろのところで濃厚に解説してます。しかもその解説してる動画もスタンドバイミディ解説してるんで、ぜひカッティングちょっとチャレンジしてみて。これね、絵で描くとこうなります。丸バツバツ、丸バツ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 、丸バツバツ、丸バツバツバツ、丸は弾いてバツはカッティング。これができるようになったら次のステップ、丸バツバツ、丸バツバツ、星バツ、この星はチャです。わかる？ダツツダツツチャカ、ダツツダツツチャカ、ダツツダツツチャカ、これを弾きながら歌う。これはだから難度はめちゃくちゃ高いですけど、この曲でカッティングを覚えるのがすごくいいんじゃないかということで、カッティング動画の説明動画にもこのスタンドバイミーを使っておりますのでね、これちょうどいいですよ。はい。で、今回はさらにさらにそれに加えて、このフレーズを弾いちゃう。聞いててください。ワン、ツー、スリー、フォー。ちょっと間違えた。これ単音弾きで、これを弾いてからこれをイントロ代わりにして When the night has come と入っていこうと思います。これはね、もしお二人でやるときも一人ずっとこれ弾いといてもかっこいいんですよ。これすごい印象的じゃないですか。で、さすがにこのリズ、このフレーズを弾きながら歌うのはもう至難の技すぎてですね。で、今回はカッティングで歌います。だけどこのフレーズ弾けるだけでもちょっとこれ楽しくないですか？これはですね、ほんと、ただただひたすら練習ってことなんですけど、一応書き出しました。はい。スタンドバイミーのイントロフレーズ。これなんですけど、ここ。この譜面の見方わかるかな？これ、タブ譜と言います。ここにタブって書いてある。タブ譜という楽譜の読み方があるんですけど、わかんない方、ここにリンク貼っておきます。この読み方はちょっと覚えておいた方がいいよ。今日はね、だからここでタブ譜の読み方はマスターして戻ってきてください。やったことない方は。わかる方はどんどん行ってきますよ。はい。上が1弦ですからね、一番上の線が4本あるでしょ。1弦、2弦、3弦。で、3、2弦の3、1弦の2、3、3、で、こんな感じですね。これよく見て、しっかり見ながら、やっていったら結構すぐできます。リズムが難しいからね。タッタッダダダッダダダッ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 ダダダッダッダダダッダ、これですね。はい。ちょっとこうテロップを出しながら超ゆっくり一緒にやってみましょう。ここではね、確認作業なんであんまり詳しくは解説しませんけど、このタブ譜を、タブ、口が回ってない、タブ譜を見ながら一緒に弾いていきます。ワン、ツー、スリー、フォー、1弦の3、3、次、0、0、0、3、1、1、1、0、3、3、3、2、3、3、3、2、3、3。これです。これ、今、分かったかな？ゆっくり分析すると分かりますんで。これちょっとタブ譜見て、これも何回も練習するしかない。このね、ボディヒットをこのタイミングで入れるといいよという見本を今やりますね。ワン、ツー、スリー、フォー。かっこいいでしょ？これはですね、これ叩くと急に難しくなるかもしれないんで、まずはこのボディヒットは後回しにして、このフレーズだけめっちゃくちゃ練習してください。そしたらこれ結構ハマれると思いますよ。慣れてくると、これね、もうちょっとね、これフレーズ、ただのフレーズ弾くんじゃなくて、グルーブ、リズムの中でこのフレーズを弾きたいもんだから、こう体も揺らしながらこんな感じでいきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。この体を揺すりながら、このグルーブの中でこれ弾く。気持ちがいいですよ。まずはフレーズを覚える。はい。やってみましょう。このタブ譜をしっかり読み込んで何回も練習。それをイントロに入れ込んで、歌の中ではカッティング。has come って感じで、三つ目のバージョンは今日はだから、そう、いきなりドーンと難しくなりますけど、やってみようと思います。スタンバーミーガズレレ流超かっこいいバージョン。やってみる！ 1, 2, 3, 4.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. We look upon, she tumble and fall, all the mocking, she crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed their tears, just as warm as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. So darling, darling, stand by me. No. スタンドバイミーのめちゃかっこいいバージョンガズレレレやってみました。あのフレーズ、これはもう夜寝れませんよ。もうずっとやっちゃうやつですよ。これ気持ちいいんで、ぜひどんどんやってみましょう。で、歌もね、やっぱあの雰囲気込めてちょっとこうブルージーな感じでやるのがやっぱりかっこいいと思いますね。もうその気になって、もう英語わかんなかったらニャニャニャンニャニャニャンでも全然 OK だと思います。まずはね。で、だん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 こう英語を読み解いていく、そんな順番がいいんじゃないかなと思います。世界中で歌われてるあの映画もね、印象的だったもんね。あれね、あそこで流れるあの最高です。皆さん大いに楽しんでください。はい、そしてですね、とうとう発売になりました。はい、こちら、簡単ウクレレソングブックのハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2です。こっちの青い方はかつて出していたソングブックの1と2が1冊になって、このちっちゃいサイズになって200曲入り、こっちのピンクの方は、かつて出していたソングブック3と4が1冊に入って200曲入り、英語サイズというかなりのコンパクトサイズになってます。持ち運びにもいいし、実家とか車の中とか職場とか、あっちに置いとくっていうのの1冊にもおすすめでございます。連れ回してください。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですので、まず入れてみてお試し、楽譜もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、1曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさんトレーがあってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTubeこれ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから、鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん、楽しく音楽していこう。バイバイ。